こんにちは、あきゆきです。今回は、アスキー関数とジス関数というのをやっていきます。アスキー関数とジス関数って聞き慣れないと思うんですけども、どういう関数かというと、この画面のように、大文字で書いてあるところを小文字にしてくれるというのが、アスキー関数になってまして、小文字で書いてあるところを全角の大文字にしてくれるというのが、ジス関数と言います。 聞き慣れない関数の名前だと思うんですけども、覚えとくとめちゃめちゃ便利な関数なので、実際にやっていきましょう。そしたらじゃあやっていきます。まず、ここに今値段で1200円、3200、2000円と書いてあるんですけども、これ大文字で書いてあるんですね。大文字というより全角ですね。で、これを半角にしたいなというときよくありますよね。で、そういうときに使うのが、アスキー関数という関数になります。 使い方はすごく簡単でして、イコール ASC。これが a s c キ i 関数ですね。で、タブキーを押します。で、あとは文字を選ぶだけです。隣の文字を選んであげると、その関数が1200円という風になって、半角になってくれました。で、あとはですね、こういう風に並んでいればオートフィールをしてあげます。右下のところでダブルクリック。そうするとこんな感じで半角になってくれると。 いう関数が、これがアスキー関数ですね。もう一回やっていきましょう。こういう電話番号とか、住所とかの番号をですね。それを全角で入れてしまって、半角が良かったっていう時も結構あると思うんですね。こういう時にも使えるのがアスキー関数です。同じようにやっていきますね。イコール、ASC。そしてタブキー。ーで、あとは、その文字を選択してあげるだけです。エンターキーを押しましょう。こうですね。で、そしたら、あとは、 オートフィルしてあげれば、こういう風に出てきます。これめちゃめちゃ便利ですね。逆に、これを大文字にしたいな、という時に使うのが、ジス関数になります。使い方は全く同じです。イコール、ジスと入れて、で、あとは文字を選ぶだけですね。それでエンターキーを押すと、こんな感じに1200円という風に出てきました。あとはオートフィルですね。こうですね。 で、こっちも同じですね。イコール、実数と入れて、選んであげるという風にすると、こうですね。大文字になってます。ちょっと右側に行って、あとはダブルクリックで、こうしてあげると、こんな感じですね。大文字になったのがわかると思います。これが、アスキー関数と実ス関数ですね。 アスキー関数というのがこういうふうに全角になっているところを半角にしてくれるのがアスキー関数 ASC ですね。で、こういう小文字になっている半角のところを全角に戻してくれる関数ですね。全角にしてくれる関数をジス関数というふうに言います。こういうふうに後で半角に直したかったとか全部全角にしたかったっていうとき結構あるので覚えておくとすごく便利です。 今回はこの ASCII 関数と JIS 関数の2つを紹介いたしました。このチャンネルでは Excel に関することを動画でいっぱい上げてますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。